ジョン・スクワイアは、イギリス出身のギタリスト、画家。ザ・ストーン・ローゼズのギタリストとして知られる。ローゼズ脱退後はザ・シーホーセズとして1枚のアルバムを、ソロとして2枚のアルバムを発表した。2007年以降は、画家としての活動に軸足を置いている。ジョニー・マーと並ぶ1980年代のイギリスを代表するギタリストであり、2010年に、 BBC が行った過去30年で最高のギタリストを選ぶ投票では13人の票を集めた。ジョン・スクワイアはマンチェスター近郊の村ティンパーリーで育った。一区画先にはイアン・ブラウンが住んでいた。彼はヘイズレーン・ジュニアスクールに通った後、イレブンプラスの試験に合格してオルトリナム・グラマースクールという男子校に入学した。彼は絵がとてもうまい子供だった。 卒業までの2年間で、スクワイアとヤン・ブラウンは深い友情を育んだ。彼らはパンクロックにのめり込み、中でもザクラッシュに夢中だった。彼らはサウストラフォード・カレッジに進学し、大レベルの試験に合格した。彼らは揃ってギターの練習をしていたが、そのほとんどは独学だった。1980年代初頭、スクワイアとブラウンは、 ザ・パトロールというバンドを結成した。このバンドは後にザ・ストーン・ローゼズと名前を変え、スクワイアはリードギタリストとして1984年から1996年までを過ごした。スクワイアとブラウンは作詞、作曲ともにバンドの中心を担っていた。ザ・ストーン・ローゼズはこの時代で最も影響力のあるバンドだった。バンドの名を冠した1989年の デビューアルバムは芝叩く間に、イギリスにおけるクラシックとなり、NME 氏が選ぶイギリス史上最高のアルバムに選ばれた。スクワイヤは、すべての曲をブラウンと共作し、レコードのカバーアートを自ら手掛けた。このジャクソン・ポロック風のカバーアートは、1968年の5月革命が題材だった。1990年代半ばになると、ローゼズは、 ブリット・ポップ・ムーブメントのパイオニアとして祭り上げられた。スクワイヤはそれらのバンドのほとんどに嫌悪感を示し、ケンジントンの気取ったオナニー野郎と呼気を下ろした。例外として挙げられるのはオアシスで、スクワイヤは彼らがネブワースで行った大コンサートに参加している。彼はこのコンサート中、アイアム・ザ・ウォルラス、シャンペン・スーパーノァの2曲でギターを弾いた。バンドのセカンドアルバム、 セカンドカミングはスクワイヤがほとんどの作曲を担当した。アルバムはレッドツェッペリンやオールマンブラザーズバンドを思わせる重厚なブルースロックサウンドに仕上がり、ファンの反応は賛否が分かれた。ほどなくしてバンドには内紛が起こり、スクワイヤは1996年4月1日にバンドを脱退した。スクワイヤは3人の新たなメンバーを引き連れ、 1996年にザ・シーホーセズを結成した。彼らは1997年のアルバムドゥ・イット・ユア・セルフ1枚を残して1999年に解散した。2002年には初のソロアルバムタイム・チェンジズ・エブリシングを2004年にはエドワード・ホッパーから影響を受けたコンセプトアルバムマーシャルズ・ハウスを発売した。3枚目のアルバムは 録音に取り掛かったものの未だ発表はされていない。彼が録音した音源をお蔵入りさせることは1999年にも前例があった。このシーホー世ズのアルバムはマイナスブルー、あるいはモーターケードといったタイトルで呼ばれ、公式に発売がされないままでも音源が流出している。音楽活動のほかスクワイアは美術家としても知られる。 1980年代、ストーン・ローゼズのレコード、ポスターのカバーアウトで見られたアクション・ペインティングには彼が受けたジャクソン・ポロックからの強い影響が見て取れる。ウォー・チャイルドのチャリティー・オークションにはザ・ビーチ・ボーイズの曲の歌詞で埋められたサーフボードが出品された。このサーフボードは1997年のトラビスのシングル u 1 6ガールズと彼らのデビューアルバム グッドフィーリングのカバーアートに登場した。2004年にはロンドン、マンチェスターの2都市で、2007年にはいずれもロンドンのスミスフィールドギャラリー、デイズドギャラリーで個展を開催した。彼はスミスフィールドギャラリーのオープニングに際し、音楽への諦めとストーンローゼズの再結成についての否定的なコメントを述べた。2009年にはイギリスのほか 日本、オーストリアでも展覧会が開催された。東京で開催された展覧会は、ネガティブアフターイメージと銘打たれ、陰性残像を視覚的に表現した作品が並んだ。ありがとうございます。